動画の視聴ありがとうございますここではレックの直前期模試当連のラインナップを紹介していきますまずなんですがこの数字を見てください合格者東京を取りましてどんだけの方がレックの模試を受けているか取りましたら約70%ちょっとの方がレックの模試を選んでいました今年必勝を願う方ライバルと同じ状況にはするべきです ぜひデックの模試一回は検討した方がいいと思いますでは当練模試どんなラインアップがあるかご紹介していきます基本軸になるのはこの上の流れになりますまず生鮮当練ファイナル編これは午前科目二回当練豪科目二回当練を行う当練ですこれで自分の午前の弱点午後の弱点もしくは午前の得意 午後の得意を伸ばしていく。そしてそれがちゃんとできたかどうかを公開模試ゴールデンウィークに行いますこちらで試していくでこれ試した上で反省点などを加味しその後また生戦等連ファイナル編午前科目2回合科目2回をやって修正を加えるそしてこの修正がちゃんとできたか全校公開模試2回目で 確認をするそして最後に全国スーパー公開模試これを2回受けて最後の微調整を行っていくこれが一般的なカリキュラムになります多くの方がこのカリキュラムを選びますただ人によってはこれにプラスアルファをしていきます。このプラスアルファが円周という形また インプットという形この二つがあり得ます演習という形で入れる方はこちらの正戦等連品質論点記述編をお勧めします記述問題どんだけやってもこれいいんですよでしかもこの問題オーソドックスでいろんな論点が詰まっています記述の自力をつけるにはもってこいの問題になっています一方インプットの方に振る方 まずこちらの方、今年は改正が多い年です。改正情報はちゃんと全部集められたでしょうか。ご自身で集めきれなければ、ぜひこういった講座も利用してください。また、どうしても自分自身ではメリハリが効かない、もしくは、えー、こちらの方、ノータンの方がおかしくなってしまうという方は、この携帯使用者の口座を使って60日で基礎事項をしっかり固める、そういう方向もありだと思います。 こういったように、軸があった上で、アウトプットの演習量を増やす、インプットを増やすという方も多くいらっしゃいます。また、こういうパターンもあります。もし、等連の量をちょっと抑えめにする。自分の学習を中心にする。そのため、まず一つ目のパターンは、もしだけを受けていくというパターン。ただ、こういうパターンもあります。等連の方、等連をちょっとやって練習をしておいて、もし。 ちょっとやって、模試。という形で、一週二週間隔を分けて模試を受けるというパターンもあり得ます。これは、自分の学習をメインに置きたい方にぴったりな方法だと思います。はい。これがレックの、こちらラインナップというふうになっておりますが。ちょっとこのラインナップに加えて。今年のファイナル編。模試の問題の性質も説明させてください。はい。まずは択一の方です。 卓越の方ですが過去問の知識を多く入れていますえ本試験の問題特に5科目の問題過去問足だけでかなりの数が網羅できます年によっては過去問知識だけで20問近く取れる年があります2択まで行くものまで含めると2四五問まで行く年もあるんですやはりこの試験過去問が重要ですもし当連でも 過去問そのままもありますが過去問の表現を変えたりして多く入れるようにしていますまたその過去問足が軸足になるようなものも多く入れています一昨年、昨年と比べてこの過去問重視の当連模試の傾向にしています次は均一です不動産登記こちらの方は本試験では 言われればわかるけどそこまで行くのに結構面倒くさい時間かかってしまうとそういった性質のものが多々見られます不動産投機の規律もそういったことを意識した問題にしていますまた下段の方消耗を多め今の本試験の傾向は1件の申請で全部で7件ぐらい申請させる1つずれれば全部後ろが終わっちゃうという形式はほぼありません。 1> 第一弾、三、第二弾、三申請、第三弾、三申請。という形にして、こちら、どっかで、いわゆる、枠外しをしても、大事故。にはならないようにしています。不動産登記は、そういう作りを多くしています。次、商業登記。はい、こちらですが、王道だけど、合格者は絶対解ける問題。を意識して入れています。また、二段目。 近年であれば新株病薬系の発行登記というようなもので正確に書けないとどんどん限定されちゃうそういったものを意識して入れてますはい、またこの卓越で問われればというところ卓越では見るけど金接で書くのは初めてだというようなものそういうものも積極的に入れていますそして一番下講師トレーニングちょっと厳しめの環境でやっておく そして本試験が楽になる、そういったようなトレーニングもできるような問題にしています。以上が本年度のレックの当連、もしろんラインナップ、そして問題の作りになっております。ぜひこちらの方、一度検討してみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。